さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は夏休み初日ということで夏休みが始まりましたと思ったんですけど、私の部屋がすごい汚って、わかりますね、すっごい汚いってことで、今回はね、あの夏休み1日目は大掃除っていうか、と言ってももうさ、6時そうなの、もう6時ぐらいなので、あの朝7時半ぐらいに起きて、まず部活に行きました。私は9時から12時まで部活に行った後にご飯を食べて、その後に、映画1本見ちゃったんですよ、116分の。そこからお風呂に入って、まあ、ちょっとゆっくりしたかな、感じかかしてゆっくりしたかなみたいな状況で、今でこれです。ちょっとさ、部屋を紹介していこうかなと思って、まずこちら机です。えこちら机です。では分かるんですけど。でこちらがソファーです。汚っ。であちらが私の机です。もう待って、名前とかある。待って、名前とかある。じゃあ遠くからこう。ちょっとモザイクかけといてね。うわあ、すごい汚い。でこちらがめっちゃ山積みだし。そう、教材で、こちらが本棚です。うん、もう本棚が汚いと。わ、汚い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 。やば、うわ、ゴミついちゃう、ゴミついちゃう。やばいやばいやばい、なんかいっぱい、あ、財布見てねえ、財布落ちてる。ねえ、マジで女子の部屋じゃない。まずね、宿題をやる前にこの部屋をきれいにしないと宿題も進まないということで、そう、あがるですよね。なんか宿題やってるとさ、どうしても部屋が汚くも掃除始めちゃう。そうなの。あ、じゃないですか。テスト前みたいな感じだよね。いつもさ、別に気にしないのにね。いつもはマジで携帯とかに手を伸ばすね。うん。行っちゃうのが、宿題をすると掃除やっちゃうみたいな。宿題が嫌だからね。じゃあ掃除みたいな、ね。じゃあ掃除しようみたいな感じで、一日掃除で終わる日とかさ、あるじゃないですか。私もあるんですけど。ということでね、今日はね、まずそういうことをなくそうと思って、ちょっとお部屋の届けをしていこうと思います。はい、はい、ということでね、掃除していこうと思います。でね、手元これでちょっと撮りたいなと思います。早速やっていきます。まずソファーからやっていきます。まずソファーはこんな感じでーす。そんなの、この辺のさ、これ小学校、間違えた、中学校のさ、あれね、なんて言うんだろう、教材はまあ、とりあえずここら辺に置いておいて、この辺はさ、ね、あれだよね、これカバン、これ衣類でしょ、これカラーのマスク入ってないよね、入ってないですね、すみません、それで畳んで、よし、畳んでって思います。この辺は着てないんで、このハンガーにかけるとして、これは多分使ったのはティッシュと一緒にあるから洗濯に出します。で、これも今日使ったんで、私、あ、こっちこれ使ってないわ、これ先に頼んである。で、これあの、ペンスラケットですね。はい、で、これもね、帽子です、ね、なんかガチャガチャ出てきた、あれだ、これ友達くんにね、一緒にやったやつで、あの漫画のラッピングですね、コミックに入ってます。この辺も来てない、 OK、 これをちょっと考えます。Thank you.
ということでね、まあ今日はねこんな感じで終わりたいなって思います。結構綺麗になったと思います。ちょっとまずソファーです。あ、綺麗綺麗、物はなくなりました、はい、机これも、これも1階に持っていくので、はい、綺麗綺麗。本棚、まあ、ちょっとは綺麗になったでしょう。ただここ、まあ、多分綺麗になったでしょう、はい、ただここのね、物をこれからねどうするかとか、ちょっともうちょっと考えようかなと思います。はい、はい、で次、机。待って、机はちょっとあの辺モザイクね、はい、あの学校名とか書いてあるから、プリントに、まあ、こんな感じでちょっとね、物をちょっと机拭いたりして物も減らして、時計に電池入ってないのと、あの額縁の色をやっぱ白にしたいなって思ってますね。はい、次はこちら、ワゴン。ワゴンはもうぐちゃぐちゃですが、物が入ればいいかなと思ってます。はい、使うたんびに汚れるんでね、もうワゴンはもう諦めてます。あとなんかタワーができちゃって、ここにタワー、タワー。本当だ、何このタワーみたいなの。これね、動かしたらすぐ倒れちゃうもん。ちょっとここもまだ改善っていうか、はい、ちょっとまだできることはあるかなと思ってます。そうですね、まあ明日部活だし、ちょっと今日はこの辺までかなと思って、はい、またね後日どんどんなんか片付けていけたらなって思ってます。はい、ま、ちょっと綺麗になったんじゃないでしょうか。結構頑張ったと思います。そうですね、はい、はい、ということでね、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、それではバイバーイ。待って、モザイクとバイバイ。バイバーイ。夏休み1日終わりました。バーイ。